はい、どうも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 ご無沙汰しておりまーす。ゆうご .tv でーす。いつぶりだろう。前回は10月の8日に、10月4日ぶり、8日ぶり、22日ぶり。人いやー、一回アップしたんですけどね、このアップロードできなかったので、それからもうやる気を失せて、またアップしなくなっちゃいました。せっかく撮ったのに、アップロードできないと本当にやる気なくなる。これもだって、そのアップロードできなかったやつをまた今から読んで、アップしたいと、思いますけど。はい。ってことで、早速、3週間ぶりぐらいのゆうご .tv 人生に役立つ情報を配信していきます。教えることはできませんが、共に学んでいきましょう。今から自分を高めるための文章を一発撮り一発読みで読んでいきたいと思います。今度からね、ちょっと編集とかしてちゃんとやろうかなと思ってます。ちゃんとこだわってサムネイルとかもちゃんと文字とかつけたり、はい。あともう秋なので、ちょっと前々からやろうと思ってた本の目次読み、おすすめの本、おすすめの本っていうか適当にある自分が読んだ本を目次だけ紹介みたいな感じでやっていきたいと思います。そちらの2本、毎日欠かさずアップしてきたらいけていけたらなと思ってます。はい、ということで早速読んでいきます。今日のお題は、理解できないことに出会った時こそ生まれ変わるチャンス。こちらを今から読んでいきます。カメラのいたずらバージョン、はいはい、気持ち悪い指バージョンでいきます。日常生活で理解できないことに出会うことがあります。理解できない文化、性格、考え方、趣味などです。理解できないなぁと不満を漏らし、見下した視線になっていませんか？私たちは理解できないことに出会うと一線を引いて拒んでしまいがちです。しかし、その姿勢が良くありません。理解できないことが起こった時こは、生まれ変わるチャンスです。拒むのではなく、前のめりになってみましょう。理解してみるのです。抵抗があったり、時間がかかったりしますが、勝負どころです。理解できないことはまだ自分の中にない要素です。もし理解できないことを理解できれば前進します。視野が広がり、人生観が変わります。新しい価値観が取り組まれ、器が広がって人として成長できます。これが生まれ変わるということです。なぜ海外旅行に行く視野が広がるのかというと、理解できないことにたくさん出会えるからです。理解できないことをたくさん触れて吸収していくうちに視野が広がり、精神的に成長します。世の中にはまだまだ理解できないことがたくさんあります。つまり自分が成長できる機会もまだまだたくさんあるということです。人生は素晴らしいです。理解できないことが多い世の中だから生きているのが面白いのです。今日の格言、理解できないことは拒むのではなく理解する。なるへそね。確かに何でも食わず嫌いでそのまんまプーンって無視しないで、ちょこっと学んでみようという姿勢が大事なのかもしれませんね。はい、今日も勉強になりました。明日も必ずアップするので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。コメントの方もお待ちしております。それではまた明日、ドロン。